プロトンメールとは2013年に設立されたオープンソースの電子メールサービスである。アメリカ合衆国や欧州連合の権力が及ばず、ダパやダポなどのプライバシー保護法が強力なスイス連邦で運用されている。2019年9月の時点で1500万人以上の利用者がいる。プロトンメールは利用者同士の電子メールの送受信を自動的に PGP ベースの暗号を用いてエンドツーエンドで暗号化することで安全性を確保している。2014年に行ったクラウドファンディングで目標額10万ドルに対して約55万ドルの調達に成功している。プロトンメールは欧州原子核研究機構の元研究者らがエドワードスノーデンによる通信監視プログラムプリズムなどの監視プログラムの内部告発を受け、 自分たちに何ができるかを話し合った結果、オンライン上での市民の自由を保護するために開発した電子メールサービス。プロトンメールという名称はセルンで陽途を衝突させる実験を行っていたことにちなんで名付けられた。プロトンメールは誰でも簡単に安全な電子メールを利用できるようにすることを目標としている。ソースコードはオープンソースであり、ユーザーが 安全性を検証することができる。プロトンメールは暗号化の手法として、公開券暗号と共通鍵暗号の両方を組み合わせたものを使用している。ユーザーのアカウント登録時に RSA 秘密鍵と公開鍵が自動的に生成される。プロトンメールのサーバーは利用者の秘密鍵と公開鍵を保存しているが、その秘密鍵は暗号化されている。複合は、 クライアント側で行われるので、サーバー側が秘密鍵を知る手段はない。2015年9月から PGP をネイティブでサポートしている。このため、PGP を利用している日、プロトンメールユーザーとのメールを暗号化することが可能となった。プロトンメール利用者同士のメールは自動的に暗号化され、プロトンメール非利用者に対してメールを送信する場合は平文で送るか。 パスワードを設定することができる。パスワードを設定した場合、プロトンメール非利用者には URL が送信され、安全なページ上でメッセージの閲覧と返信が可能となる。2017年11月にバージョン3.12で連絡先機能を一新し、連絡先情報の名前とメールアドレス以外の電話番号、住所、 青年月日などの情報をさらに強力に暗号化するインクリプテッドコンタクトズマネージャー機能を開始した。2018年7月から PGP とプロトンメイル間での送受信に関する機能が強化された。2019年4月25日、楕円曲線暗号によるメールの暗号化をサポートした。プロトンメイルは現在以下のトトップ形式の二要素認証アプリを公式に サポートしている。プロトンメールのアカウント作成時には、protonmail.com とプロトンメール CH から自由にメールアドレスに使用するドメインを選択できる。プロトンメールは .com がアメリカの管理下にあるという理由で懸念を持つユーザーは CH のアドレスを取得することを推奨している。有料プランを使用すると、両方のアドレスを使用できる。また、 例えば、アリス PROTONMAIL.com というアドレスを取得すると、同時に、アリスプロトンメール CH は予約され他のユーザーが取得できない状態となる。プロトンメールはメタデータの暗号化までは行っていない。このため、サーバー側は IP アドレス、送信者、受信者のアドレス、個々の電子メールの件名、日付と時刻、電子メールの長さなどを入手できる。 1. 1オパンプグップを利用したプロトンメールユーザー以外との暗号化通信の実装のために懸命による検索を可能とするため暗号化しなかったとプロトンメールは主張している。メタデータの暗号化まで行っているサービスとしてスタノタが挙げられる。プロトンメールのサーバーはスイスにあるためスイスの法規制の下で運用されるし、時にはスイス政府による監視を受ける可能性もある。 マーチン・スタイガーというスイスの法律家がブログにプロトンメールが令状なしでリアルタイム登聴に協力しているのではないかと主張し議論が巻き起こった。同ブログでスタイガーはスイスのデータ保護法は絵に描いた餅であってしかも EU の GDPR より遅れていること。郵便と通信の監視に関するスイス連邦法は特に電子メールのプロバイダー。 インスタントメッセージング、VPN サービスなどのインターネットサービスを監視できるように2018年3月1日に改定されたことを主張した。プロトンマイは透明性レポートを公開しており、そこでこれまでスイス司法裁判所の要請で言ってきた各種情報提供について開示している。 プロトンメールの置かれた状況を鑑みて、セキュリティや匿名性に疑問を感じた人たちによって、クテンプラーがーク、開発された。こちらはより企業のプライバシーを積極的に保護する、セイシェルに席を置きサーバーはアイスランドに置いている。メタデータの暗号化には未だ対応していない。プロトンメールデータセンターの構造、プロトンメールはサードパーティーのサーバーを使わず、すべてのサーバーは、 スイス国内のローザンヌとアティングハウゼンに設置されている。従ってプロトンメールはスイスの法のとによってものみ運用され、運営元はスイスの裁判所が出す令状がなければ、利用者の情報は開示しないとコメントしている。運営元でもメッセージの内容は把握できない。主なサーバーは核攻撃にも耐える地下1トルに設置されている。 プロトンメールは無料で利用できるが制限があり、代金を支払うことで制限を緩くすることができる。無料アカウントの場合、保存容量が500メガバイト、1日あたりの送信制限が150通、1時間あたりの送信制限が50通で受信に制限はない。有料プランを利用することで制限を緩和し、運営元を支援することができる。 2017年1月の時点で200万人以上の利用者がいる。2017年9月の時点で500万人以上の利用者がいる。2018年12月の時点で1000万人以上の利用者がいる。2019年9月の時点で1500万人以上の利用者がいる。2021年5月の時点で5000万人以上の利用者がいる。 ありがとうございます。